こんばんは、アレリア、アメン。こんばんは。こんばんは。6月10日、金曜日、夜の電動放送です。こんばんは。ツイキャスもします。こんばんは、アレリア。こんばんは。イニさん、こんばんは。はい、こんばんは。今日は暑かったですね。今日は29度ありましたね。今日は暑かったです。明日も29度、明日も29度、明日も暑くなりそうですね。はい、そうですね。はい、皆さんこんばんは。はい、フリップさんこんばんは。エイジさんこんばんは。はい、こんばんは。アナウンスですけど、明日、BGM 大きいですか？フィリップさん、BGM 大きいですか？BGM 大きいでしょうか、フィリップさん。大丈夫、OK。はい、ありがとうございます。はい。明日はですね、朝がツイキャスですね。朝がツイキャス。で、夜はですね、しばらくチャンネルをちょっと休みます。ちょっと夜の8時のチャンネルはしばらく休みます。そして明日はですね、野田ゾーリさんのね、野田ゾーリさんの放送、多分7時ぐらいじゃないかと思うんですが、7時ぐらいからやる予定です。討論会ですね。討論会、どうなるか分かりません、言ってみないと分からないみたいな感じ、少しでもですね、何か進行的な話ができたらいいと思います。はい、ストッキングさんこんばんは。はい、野田さんの放送に出る予定です、ね、出る予定です。昨日の放送を見て、ジョアクさんは早く釈放されてほしい。はい、昨日の放送でですね、昨日ジョアクさんに会いました。そしてですね、イエス様を信じるという告白をしました。イエス様を信じる、信じる決心をしました。彼がですね、これから信仰生活を始めると思いますので。昨日の放送は衝撃的だった。そうですね、昨日の放送は衝撃的です。はい、でも嬉しいですね。もちろん彼の罪はとんでもない罪ですね。とんでもない罪ですが、しかし、人間はみんな罪人なんですね。人間はみんな罪人です。そしてその罪を許すのが十字架ですね。私たちも、ね、同じ罪人なんですね。私たちも罪人です。人を、ね、憎んだだけで殺人と同じなんですね。聖書はですね、行いだけが罪じゃないんですね。心が罪なんです。だから殺意がある人はみんな殺人者と同じと、殺意があればもう殺人者と同じ、殺したいと思ったらもうそれは殺人と同じだという。だからもうほとんどの人は、全ての人と言ってもいいかもしれません、全ての人はね、人殺しだということですね。私も皆さんも人殺しなんです。なぜかというと、そういう気持ちを持ったことがあるからですね。そういう気持ちを持ったことがあるならば、もう私たちは人殺しなんですね。ですからぜひ皆さん、その犯罪を犯した人だけが罪人ではないんです。聖書によると、すべての人が罪人なんですね。すべての人が罪人、そのことをしっかり理解しましょう。この世の中の考え方は間違っていますね。犯罪者だけが罪人だというふうに、この世では考えますけど、そうではありません。
犯罪者だけが罪とではなく、人間みんな罪とだということですね。人間みんな罪と、ですから私たちは、ね、人を裁いてはいけないということですね。人を裁いてはいけない。私たちは本当に、殺人者なんだということですね。私たちはみんな殺人者なんだ、そういうことをしっかり理解しましょう、ね、理解しましょう。私たちはみんな、殺人者だということですね。その罪を認めて、その罪を認めてですね、悔い改めること、野田さんの放送は多分7時ぐらいだと思うんですけど、分かりません、7時か7時半か分かりませんが、そのあたりぐらいじゃないかと思います。はい、菊池さんこんばんは。菊池さんのコメントをですね、ちょっと昨日読まなかったので、今日ちょっと読みたいと思いますので、ちょっと菊池さんのコメント、はい、キューちゃんこんばんは。今日も、今日も愛を学べることをイエス様に感謝いたします。つい最近の出来事ですが、海上自衛隊の船が旭日旗を掲げていたことに複数の韓国メディアが反発というニュースがありました。これに対して海上自衛隊の幹部は、国際法上の要件で掲げない方が問題だとわがままを言ったそうです。日本軍軍国主義の象徴である日の丸と旭日旗を掲げて韓国の港に入港する行為は挑発行為であり、平和への冒涜ではないでしょうか。しかも海上自衛隊が入港しようとしていた港は、これ最終島っていうんでしょうかね、チェジュードというところで慰安婦狩りが行われていた場所であり、韓国政府が配慮して5月末までにチェジュード入港の中止を伝達してきたそうです。本来であれば加害者である日本が配慮するべき問題であり、被害者である韓国側が配慮すべきことではないと思います。こういった日本の傲慢な態度がアジアからの孤立と慰安婦問題を一度も謝罪できない原因ではないでしょうか。一日も早く日本が武力を放棄し、憲法9条を守り、アジアへ過去の侵略行為を謝罪し、罪に気がつくように祈ります。アメンアメンアメン。はい、夜も週一度で外配信していただきますか。夜はですね、外配信しても見えないんじゃないかと、真っ暗でね、真っ暗でもないかもしれないけど、クリスマスの時には夜の外配信っていうのはありましたけど、普段夜の外配信はあんまり意味がないんじゃないかなと思います。はい、それではですね、今日は電動放送に対する要望枠といって、まあ皆さんの要望をですね、聞きたいと思います。もちろん要望に答えられるかどうかっていうのは内容次第ですけれども、皆さんのね、普段考えていること、思っていることをですね、聞かせていただけたら参考になるかもしれません。それではですね、早速電動放送に対する要望枠、要望コメント、要望コメントスタート、スタート。NG をすべて解除してください。いや、ニコ生は1週間で自動的に解除しますね。
夜も外配信してください。夜はですね、行くとこがないです。引退を要望します。引退、あのリバイバルが来るまで引退できませんね。リバイバルが来るまで聖書の朗読ですか。あのあまり朗読枠はあまりですね、あのなんて言うんでしょうかね、あまり聞く人が少ないと思います。放送時間を延ばすか、放送1日3回やってほしい。あの3回あの英語聖書をやって3回やったことがあるんですけど、ちょっときついですね。やっぱり2回がせいぜいではないかと。100歳になっても放送してください。それはちょっと35年先なので何とも言えませんが、少なくともリバイバルが起きるまではしたいと思います。賛美歌で音楽枠ね、賛美歌で音楽枠、旧約聖書をもっと引用してほしい。英語聖書をは復活してほしい。あれは結構準備が大変なのでちょっと、難しいです。ギター枠ですか。ギター枠、礼拝ライブでいいんじゃないですか。礼拝ライブでね。路中やめてください。あの路中でもですね、駐車禁止じゃない路中はあるんです。進化論を教えてください。進化論は間違ってますから教えられません。夜の車載ですか。真っ暗ですよ。暗くてよく見えない。小田急線配信、やはりですね、小田急線で配信するのはちょっとあれは違法になっちゃうんじゃないかと思いますね。生主とコラボですか。生主とコラボ、まあ、今度、まあ、明日野田さんと、まあ、コラボみたいなものをしますね。明日ドライブ、夜のドライブ配信はあんまり面白くないんじゃないでしょうかね。土曜は朝も夜もツイキャス。キリスト教の歴史、キリスト教の歴史ね、歴史。まあ必要があればね、少しずつやっていきたいと思いますけど、あんまりね、その歴史よりもですね、やはり今が大事という感じでしょうかね。真面目な要望です。チャンネル休んでる間、電動放送をしたいので、チャンネルを私に貸してくださいませんか。ちょっとじゃあ、そういう方はスカイプで問い合わせください。スカイプでね。金髪に染めてほしい。銀髪ですね、銀髪。土曜の朝もニコ生ですか。信仰的な視点で歴史授業の発信してほしい。かなり準備が必要かな。かなり準備が必要なので、朝8時からしてほしい。あのチャースクールがあるからちょっと難しいんですね。チャースクールがありますので、どうしても7時ぐらいでないとできないんですね。LTL で結婚式を挙げてほしい。信仰結婚ならできますよ。信仰結婚ならですね。チャースクールの様子を見たいので配信してください。やっぱりですね、ちょっとプライバシーがあるのでね、生徒のプライバシーがあるので、ちょっとチャースクール配信は難しいと思います。
間違ったときは素直に謝ってほしい。はい、間違ったときは謝りたいと思います。信仰潜入やってほしい。この放送がネットチャーチスクールみたいなものですね。この放送がまあ天国大学ですね。天国大学。イエス様はすべての言語を理解してるんですか？はい、そうですね。そうです。小さな祈りを流してください。そのうち出てくると思います。ニコ玉の公式番組にたくさん出てほしい。呼ばれなければ出れませんね。呼ばれなければ出れません。一回でいいからスーツで放送してほしい。スーツ持ってないですね。スーツ持っておりません。奥さんを放送に出してほしい。過去に2回出ましたけど、2回出ました。なかなか出てくれませんね。なかなか出てくれません。パラグライダー配信してほしい。いや本当はやりたいんですね。パラグライダーでこうねエンジンを積んで放送してみたいですね。十字架を白にしてほしい。こっちの部屋の十字架は白いです。サングラスで配信してほしい。ドローン配信、いやドローン配信したいんですね。私はそういうの好きなのでドローン配信したいですね。バンジージャンプは怖くてできませんね。バンジージャンプはできません。お寺のお坊さんと対談してほしい。ある宗教の人がですね対談申し込みをしてきてるんですけど、今のところあまりしたくないという、したくないですね。天国配信してほしい。天国で配信したいですね。バイク配信、ちょっと今ねバイクが壊れております。バイクが今動きませんね。動きません。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ツイキャス、ごめんなさい、ツイキャスミュートだったんです。すいません、ごめんなさい、ツイキャスミュートだったんですね。すいません、ずっとミュートだったんです。ごめんなさいね、気がつかなくて。申し訳ありません、ずっとミュートでした。先日お邪魔しましたリトルさん、はい、先ほどはチャイスクールに来てくださってありがとうございました。キューちゃん、白髪染めしないのですか？私はナチュラリストと言いましてですね、自然派なんですね。自然派だからあまりですね、そういう染めたりするの嫌いなんですね。意外とクリスチャンそういう人が多いですよ。クリスチャンの人はお化粧しなかったりね、染めなかったり、そういう自然派が多いんです。
染めた方がね若くは見えるかもしれませんが、なんかそれは嘘っぽいっていう感じでね、嘘っぽい、やっぱりナチュラルが一番いいと思うんですけどね。なるほど、素晴らしい考えですね。自分も自然派になります。アメン。娘さんを放送に出してほしい。一応ね、要望は出してるんですね。要望は出してますけど、誰も出てくれません。これからもイエス様の愛が感じられる放送、よろしくお願いします。アメン。若い頃の写真を見せて。若い頃の写真ですね、たくさんあるんですけどね、恥ずかしいですね、恥ずかしいです。町田の夜ですか。町田の夜は怖いですよ、皆さん。町田の夜は怖いです。韓国配信の次は中国配信してほしい。いいですね。中国はでもちょっとね、危険もあるんですね。危険もあるので、なかなかできるかどうか分かりませんね。危険だからやる価値がある。南京に行って、南京の記念館ですね、南京の、虐殺記念館に行ってみたいなと思いますね。いつか招待したいです。ああ、リトルさん、いつか、中国に招待したい。ありがとうございます。ニコ生ツイキャス中国できないよ。ああ、中国ではニコ生ツイキャスができないということで、じゃあちょっと放送できませんよね。ニコ生ツイキャスができないということで。食事配信ですか。この間ちょっとやりましたよね、食事配信ちょっとだけ。ダンス配信ですか。ダンス配信は礼拝ライブで見られます。料理配信ですか。料理配信ですね。チャースクールで料理作りますね。チャースクールで料理作ります。今日は巻き寿司を作りました。巻き寿司ですね。チャイスクール卒業って高卒と同じになるの。いや、なりません。夕日配信とかいいかもしれません。夕日配信。
いつも朝日配信ばっかりですからね。韓国のワーシップダンス1曲できるよ。ああそうですか、韓国のワーシップダンス、じゃあ今度お願いします。町田の歴史の授業ですか。町田はですね、民権運動があったんですね。民権運動、それ町田の特徴ですね。町田では民権運動がありました。そろそろ明石タイムですか。はい、民権運動というのは、まあ、民主主義運動みたいな感じかな。民主主義運動ですね。明治時代のね、明治時代の民権運動が、町田にもあったということですね。はい、要望ありがとうございました。なるほど、素晴らしい運動ですね。リバイバルみたい。そうですね、霊的な民権運動と言ったらいいでしょうか。リバイバルは霊的な民権運動、ね、明治時代の民権運動も町田にあったように、霊的な民権運動も町田からと。聖書朗読またやってほしい。聖書朗読ですか。そうですね。はい、山本さんからコメント来てますね。キューちゃんこんばんは。今日の菊池さんのコメントを聞いて、日本は韓国に対していろいろ配慮が足りないと思いました。先日、岐阜県、これなんて読むんですか、ゲロっていうんですか、ゲロ市の市長が、韓国を視察した際、現地の観光ガイドの方に女性の接待を要求するような発言をしたことが問題になっています。また市長は朝食の時にホテルでビールを飲んだそうです。このニュースを聞き、私はとても恥ずかしいと思いました。この市長には罪を悔い改めて反省していただきたいと思います。以前女性問題に詳しい韓国系の牧師が、罪を犯した男性は女性に対して謝らなければいけないと言っていました。慰安婦問題では日本はなかなか罪を認めませんでしたが、今回の問題は韓国でどう思われているかとても気になってしまいました。そうですか。はい、まだまだですね、日本人の、ね、そういう年配の方々にはそういう、なんて言うんでしょうかね、国際的なモラルと言ったらいいでしょうか。やはり、罪の世界ですね。罪の世界です。やはり、クリスチャンが増えないと、ね、そういう恥ずかしいことがなかなかなくならないのではないでしょうか。慰安婦問題は今も続いている罪だと理解が広まってほしい。そうですね、結局は罪の問題だということですね。慰安婦問題も結局罪の問題だということですね。女性蔑視だったり、ね、それから性的な罪、多くの方が AV を見ているということ自体がもう性的な罪ですね。たくさんの方が AV を見ていること、これはまさに人間の罪を表すと思います。人間の罪を表します。クリスチャンになって初めて、クリスチャンになって初めて、そういうことをやめることができると思います。
それではですね、その上行きましょう。女性を性的な目線で見るのは恥ずかしい行為です。そうですね。それでは角笛行きましょう。何角笛行きましょうかね、これからの電動放送角笛、これからの電動放送角笛、日本のリバイバルのための、日本のリバイバルのためのこれからの電動放送角笛。アメン、アメン、アメン。はい、それでは明石タイム行きましょう。明石タイム行きます。明石タイムですね、角笛ってどんな意味があるんですか。角笛にはいくつか意味がありますけど、イエス様が来られますという角笛、イエス様が再臨してきますよという角笛、それから、その霊的な戦いで勝利する、イエスキリストを信じる信仰で、勝利をするという角笛、それから、イエスキリストのもとに集まりましょうという、ね、集合の合図、集合の合図という意味もあります。いろんな意味がありますね、その角笛を吹くことによって、勝利が来るという、ね、勝利が来るという意味があります。それでは明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、正しい道を歩むようになった。チャースクールに行ったと旦那に話したが穏やかな反応でした。よかったですね。反対されなくてよかったですね。イエス様を信じて、悪の道から正義の道に、変えることができた。イエス様を信じて、悪魔から離れて、悪魔から離れて、イエス様の道を歩めるようになった。地獄に行く道から天国に行く道に変わることができた証、悪魔の支配から神様の支配に変わることができた証。スタートスタートスタート。この放送はインターネットを通じて神の信仰を教えてくれるソフトなオンデマンドだと分かった。なくてはならぬものは多くはない。いや、一つだけである。タバコやめれた。安田純平さんが無事解放されてほしいと思った。偶像崇拝から解放されました。人生前向きになりました。以前は平気で AV を見ていた。今は罪悪感で AV を見れなくなった。アメン。メラニさん、こんばんは。この放送のおかげでインターネット中毒から解放されました。キュウちゃんのおかげでエホバの証人を脱退する決意ができました。ありがとうございます。一生懸命賛美してイエス様をあがめたいと思います。
死者崇拝はしてはいけないと学びました。若い姉妹たちと交わりが持てました。明日の討論会が大成功となりますように。イエス様への信仰に毎日燃えています。全国大学卒業は大学院卒業より価値があると思った。イエス様に祈れば大丈夫と分かりました。キューちゃんノートが55冊目になりました。ブログ間もなく解禁します。室井さんよろしくお願いします。キューちゃん毎日毎日伝統放送ありがとう。この放送で地震保険やめました。イエス様こそが僕らの天国へのドリームチケットだと分かりました。うちの子供をチャスクに通わせて、アメン。よろしくお願いします。天国大学にまた復学したいです、リトルさん。ヨスさんも祈ったから助かりました。討論後にみんな洗脳、みんなクリスチャンになりますように。僕もキューちゃんみたいな人になりたいです。アメン。天国ポイントが貯まったら楽天ポイントに興味がなくなりました。辛いと感じた時この放送を見てイエス様の愛を感じます。牧師の導きで天国という名の終着駅が見えてきました。この放送があって本当に良かったです。毎日社長にハレルヤって挨拶してます。児童ポルノへの興味が薄れました。天国ポイントもっともっと貯めたいです。この放送だけが生きがいです。お金があれば、信仰があればお金はいらないと気づいて仕事を辞めました。キューちゃんに出会えたことに感謝感激雨あられ。お金が、信仰があればお金はいらない。謝罪することの大切さが分かりました。イエス様を信じたらひどい腰痛が癒されました。
お金がないと LTA に行く交通費ないよ。イエス様が与えてくれます。イエス様が与えてくれます。最近犯罪が多いのはクリスチャンが少ないからかもしれない、知れない。恐れることはない。あなた方は多くのスズメより勝ったものである。あ、私の腰痛もいつの間にか消えてた。リトルさん、アメン、よかったですね。いつの間にか消えていた、アメン。イエス様は最強だと分かった。徒歩は実家からヨビルランド前が限界。よく歩いて来られましたね。3日間学校に行けなかったけど、なんとか熱が下がってよかった。イエス様にお祈りしたら本当にお金が増えた。天国でイエス様にお会いしたいので。中学校には一日も行っていないけど、この放送には毎日出席しています。アメン、アメン。神様と出会えて無駄遣いがものすごく減りました。サラリーマン辞めて信仰マン始めました。早く日本中がクリスチャンになってほしい。キュちゃんのようにいつも喜んでいたいです。ニートになったので信仰に挑戦していこうと思った。明日の討論会楽しみにしています。この放送に出会えたのもイエス様のおかげです。ノーラさん、こんばんは、久しぶりです。イエス様を知らないのはもったいなさすぎると思いました。
これは延暦寺ですかね。延暦寺の僧侶の暴行事件を聞いて仏教への信頼が揺らいでいます。延暦寺、延暦寺、頭痛がした時賛美歌をヘッドホンで聞いたら治ってきました。キューちゃんは信仰に思いっきり挑戦しているところが素晴らしいと思った。この放送でお祈りすることを覚えました。この前、キューちゃんの真似をして、自分の町で鳥なしの祈りをしました。アーメン。アーメン。討論会を放送されますか？野田さんの放送でします、野田さんの放送ですね。明日の夜7時ぐらいじゃないかと思います。明日の夜ですね。明日の夜です。朝挨拶してくる小学生たちにアーメンと言っていたら、小学生の挨拶がいつの間にかアーメンになっていた。いいですね。どんどん皆さんそういう伝道しましょうね。僕も公園にいる子どもたちにアーメンと声をかけてます。アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。明石、明石ありがとうございました。アーメン、アーメン。はい、それではファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージです。ファイナルメッセージですね。はい、皆さん、皆さんが本当に伝道部屋に来てくださって、見てくださって、そして一緒に伝道できていること本当に感謝します。少し少しずつですね、伝道部屋が、このイエス様を広めてイエス様を信じる人が、少し少し増えていると思います。たくさんの方がイエス様と出会っているのではないかと思うんです。また信じて、まだ信じてなくても
影響を受けてる方がたくさんいるんじゃないかと思います。今まだ信じてなくても、これから信じる人もいると思います。信仰というのは微妙ですね。どういう人が信じて、どういう人が信じないかわからないんですね。7年前より証し米が増えてきているのは嬉しいです。そうですね。証し米が、確実に増えていると信じます。証しコメントが増えていると信じます。イエス様を信じる人が確実に増えているのではないでしょうか。そして成長していると信じます。ますますたくさんの方が信仰を、その深めて深めて、ますますですね、この影響が大きくなってほしいと思います。信仰というのは成長するんですね。一度信じた人は御言葉を聞くたびに信仰が成長します。ですから、たくさんの方が信じて成長していると思います。たくさんの方が信じて成長していると思います。そして一緒に伝道することによって確実に広がっているのではないでしょうか。ケチャの伝道部は僕にとって励みになっております。そしてこれから、伝道部屋がですね、どのようになっていくかはもちろん分かりません。どのように進むか分かりません。しかし、神様の導きがあると信じます、ね、神様の導きがあると信じます。はい、フリップさん、アメン。そして、大事なのは、ね、自分の思いではなく神様の御心が大事です。神様の御心、その伝道放送も神様の導きに沿って歩みたいと思います。神様が導くところに行きたいと思います。どうなるかは分かりません。これからどのようになっていくかは分かりません。ぜひ皆さんの祈りが必要です。ぜひ一緒に伝道することの中で一緒に歩んでいきたいと思います。一緒に歩んで神様の導きを求めていきたいと思います。今年の9月で、今6月ですから7、8、9、あと3ヶ月で、およそ10年ですね。ネット伝道およそ10年です。ニコ生で7年半でしょうか。ニコ生で7年半ですけど、イエス様が導いてくださって10年できたこと本当に感謝します。10年続けてこれたことを本当に感謝します。リバイバルが来るまで、ね、リバイバルが来るまで伝道し続けたいと思います。神様が支えてくれていると信じます。神様の働きだと信じます。神様の働きです。神様が応援してくれてる感じがします。神様が応援してくれてると信じます。いつまでも元気で伝道放送を続けてください。ありがとうございます。アメン。神様の働きです。神様の働きですね。神様の力です。私の力ではありません。神様の力です。すべて神様の栄光です。すべてイエス様の栄光です。すべてのことは神様によって、この成り立っているんです。私たちは神の力で生かされています。神様によって、いろんなことができるのです。すべての栄光イエス様にお返ししましょう。すべての栄光十字架にお返しします。私たちは十字架によって救われ、十字架によって歩めています。すべての
ことは神様の恵みです。皆さん、私たちは何一つ自分から出てるのではありません。すべてのことが神様からの恵みです。神様からの恵みの中で私たちは生かされているのです。私たちは本当に心から感謝するべきです。私たちは神様の恵みの中で祝福されているんですね。祝福されています。これからもイエス・キリストにあって祝福が増し加わってくると信じます。恵みが増し加わってくると信じます。もっともっと祝福が、もっともっと恵みが増し加わってきて、イエス様が私たちを愛してくださっていて祝福してくださっていることを皆さん信じましょう。イエス・キリストにあるものはますますです。ますます祝福が来ると信じましょう。今日の放送を聞いて、神様の祝福が欲しい方、神様の恵みが増し加わって欲しい方、人間の力ではなく神の力で歩みたい方、アーメンと言ってください。神様の力で歩みたい、神の恵みの中で生きていきたい、神様の祝福をますます欲しい方、アーメンと言ってください。イエス・キリストを通して神の恵みが増し加わって欲しい方、アーメン。神様のもう本当に驚くべき憐れみが、驚くべき憐れみが波のように押し寄せてくること、願いたい方はアーメンと言ってください。アーメン。アーメン。アーメン。天のお父様、感謝します。私たちは以前は不平不満で、その文句を言うような人生でした。しかしイエス・キリストを信じて、そうではない、すべてが感謝であり、すべてが恵みだということが分かりました。私たちの不平不満を許してください。私たちのつぶやきを許してください。私たちはあなたに対して何の不平を言うべきではありません。なぜならすべてが恵みだからです。私たちは恵みの中で生かされ、恵みの中で導かれています。イエス様、感謝します。すべてが恵みです。あなたの恵みによって生きています。十字架によって、永遠の命が与えられています。主を感謝します。私たちは、今満たされています。あなたの愛で満たされ、あなたの恵みで満たされ、あなたを知ることの素晴らしさのゆえに圧倒されています。主を感謝します。主を感謝します。私たちは本当に幸せです。特権をいただいています。イエス様を知ることの特権、イエス様に愛されることの特権、イエス様と共に生きることの特権を心から感謝します。今アメンと言った方々がそのような生き方となりますように。満たされない生き方ではなく、満たされて満たされて満たされる生き方、喜んで喜んで喜ぶ生き方、イエス様と共に歩むことの素晴らしさをいつも喜ぶことができますように。どうぞアメンと言った方々がこれから神の子として、クリスチャンとして歩むことができますように。満たしてください、満たしてください、満たしてください。そしてどうぞもっと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 引き上げてください。真理のうちを歩むことができますように。感謝します。日本に来てください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。明日の朝はツイキャスです。そして夜は野田さんの放送に、討論会で出ます。皆さん応援に来てください、応援に来てください。それじゃあ皆さんおやすみなさい。シャローム、シャローム、おやすみなさい。シャローム、シャローム、おやすみなさい。